朝鮮自体はどう転ぼうと基本的には前哨戦だと、中国は本丸だと。6月12日、1週間ほど前ですけれども、米朝首脳会談が史上初めて行われました。はい、この結果に関しては、皆様もよくご存知の通り、非常にそのトランプ大統領が妥協したのではないかと、キム・ジョンウンの術中にはまったのではないかと、そういうですね、見方も多い。そういう中でですね、私どもとしてはその直後にですね、幸福の科学グループ総裁の大川隆法総裁によって、このキム・ヨジョンの守護霊インタビュー、あるいはチャーチル首相の霊言というものですね、この霊差によってですね、今回の米朝首脳会談が必ずしもそのトランプ大統領が一方的に騙されたとかそういうものではなく、むしろ北朝鮮側が現在のこの敗戦を、負けを認めて、そして生き残りをかけて、解放の方に向かう、そういうですね、証言も得ております。ただしそのままに普通に進めば、もしそのままに進めば、これはですね、北朝鮮問題が解決するということで、これは結構なんだけれども、現実を見たときにまだまだ北朝鮮国内にもその支給派がいて、必ずしも金正恩委員長の思う通りに行くかどうかというのはまだ予断を許さない。あるいはまた中国がですね、横やりを入れてくる可能性も高いと。現実に本日6月19日ですけれども、急遽金正恩委員長は北京を訪れて米朝首脳会談について報告、そして言葉はちょっとおかしいですけれども、習近平国家主席の指導を仰ぐような形になって、まだまだ何が起きるかわからない、予断を許さない、緊張を必ずしも解くことはできないという状態が続いております。ということで、ちょっと私長くしゃべってしまいましたけれども、今回の米朝首脳会談のですね、動き、そしてまたこれからどうなるかということに関して、持田さんがですね、どのようにご覧になっているかをまずお伺いしたいと思います。今お話、面白いお話をお伺いしたんですが、霊言の話ですか。その話も少し私も先ほど中身についてお話をお伺いしました。どういうわけか、私はもうミリタリーとしての考え方をずっとこうお話をしますが、何かこう腑に落ちるところもあるなという感じで、すごく不思議な気持ちなんですね。まずこの米朝首脳会談の前に、私はその終わった後こうだったというのは嫌なもんですから、最終的に、産経新聞の九州山口版に書かせてもらいました。でその時に書いたのはご紹介いたしますと、金の斧、銀の斧、銅の斧、鉄の斧と4つあると。金というのは何だと。これは去年アメリカが戦力をガッと集結してそのまま北朝鮮を潰してしまうことだと、不穏な言い方かもしれませんけども、基本的に、いわゆるがんの病巣を切るのと一緒ですよね。もうどうしようもないぐらいにそうなっている状態を、これは切り取るしかないわけです、我々からすればですね。そうすると、あの時にやっとれば、基本的に、いわゆる金の斧だったと。なぜかというと、私はずっと位置づけているのは、私で我々と言った方がいいかもしれませんけれども、北朝鮮自体はどう転ぼうと基本的には前哨戦だと。中国は本丸だと。本丸の中国を見た時に、早くせっかくトランプ大統領という人は中国に立ち向かう体制を作ってきてるわけですね。で今年に入ってからも人の移動だとかそういうのあって、マスコミなんかやそのまとまってないって言い方するけどね、基本的には対中に向かう体制を作ってるとずっと私は思ってるわけです。最善の体制を作っていく、最善の体制、そういう過程だ。だからそれからすると早く決着した方がいいに決まってるわけですよ。なるほど。だからそれは金の斧だと、はい、じゃあ銀の斧は何かというと、この米朝会談で破談をすることですね。ちゃぶ台返しです、破談が取られるかと。だって、普通に考えたら、あの金正恩が核を廃棄をします、ミサイルをやめます、とっても考えられないじゃないですか、普通に考えたら、だからそれはもうちゃぶ台返ししかないんだと、が
あの銀の銀のの、はい、そしたら茶碗台したら同じことですからちょっと遅れたけども、うん、まあ、いや戦争といいますか叩く準備ができる、米軍が、はい、でいわゆる銅というのは基本的にはアメリカのペースで会談が終わる、うん、でもこれは引き延ばし作戦に遭う可能性はあるわけですね、はい、南北良かったとしても、はい、で最後は鉄くず、はい、これは北朝鮮ペースで行っちゃうと、うん、あで、うん、初日を見てトランプさんが一人でトラッとした顔で、記者会見があって、うん、こんな破れかぶるのペーパーかと、うん、でその後キム・ジョンウンが北朝鮮に帰って勝利宣言ですよね、うん、ある意味、うん、あのいわゆるそのいや段階的に見返りがあって体制保障されて、そうですね、はい、実は体制が保障じゃなくて体制の安全が保障されたと、うんうん、安全という言葉が入ってるらしいですね、うん、これは正しいらしいですね、うん、安全ですよ、なるほど、だから お前の命はちょっと保障してやろうかと、うん、体制の保障なんていうんだったらアメリカのインタビューがいろいろ突っ込んでおったようにあんな残虐な非人道国家を残すのかと、うん、これは問題ですよね、うん、違うんですね、うん、で、なぜその今さっきお話をされた中身で面白く感じたというのは、はい、この1週間の動きは実におかしいんですよ。今の日本の中でマスコミの中でそういう論調を取ってる人は一人もいないから、あえて私は一人でも戦うタイプだから話をしますけどね、おかしいです。 おかしいというのは、はいはい、一番最初に申し上げたいことは一つあるのは、はい、すいませんちょっと飛んで悪いんだけど、とんでもございません、ミリタリーというのは基本的には決めつける、うん、この通りだという占い師じゃないわけですよ、うん、だからそれはほぼできない、うん、でも幅を持ってものを見ることはできる、うん、トランプさんが予測不能だというのは見る方の能力が低いからです。トランプさんはそういうすることをする人なんですよ、うん、習近平がいてもミサイル撃ち込む人なんですよ、だから聞くわけですよ、うん、だからそれは基本的には何て言いますか、我々の見積もりというものはある程度幅を持ってみなきゃいけない、はい、これを決して忘れてはいけない、はい、でも最後は指揮官の頭をかち割ってどっちなんだって聞かなきゃわからない。でも今のお話は指揮官の頭をかち割ったということですよね。なるほど、レーニンがですね、はい、でもその中でもまだ2つ考えなきゃいけないのは、はい、心変わりもあるし、うん、周りの体制が許さないということもあるわけで、はい、考えたってね、うん、その通りになるかどうか、だから常に2つの道があるということは少し頭に置いておいてもらいたい、まあ、これはもう本当にそうですね、はいはい、それともう一つは金の斧と言ったけどもなかったけども、うん、あれは幸福実現党ですか、うん、なんか一生懸命北朝鮮がというふうにこうわーっとこうやっておられる、はい、無駄だったかというとそんなことありません。あ、なるほど、はい、要するに金の斧が本物だったから、あ、もうそれがもうメッキだったら、そうです、もう、まあ、脅してからも効かないわけですね、意思と能力、はい、これを持ってやったから、なるほど、もしかしたら今おっしゃられたのことが起こったかもしれない、はい、あの劇的な展開が、はい、真に受けることはなかなかまだ難しいところありますけどね、はい、劇的な変化が起こったかもしれない、はい、だから繰り返しになりますが抑止というものは本当に叩き潰せる意思と能力と戦略、はい、まあ、もっと言えば戦略と装備と予算、うん、これがあって初めて信用するんですよ、うん、だからその金の斧は効いたんですよ。うん、なるほど、だから鉄くずの斧なのかという疑問が今度は残るわけですね、うん、でその疑問はですね、まずトランプ大統領はみんなバカにするけども、私はあの産経の小森さんなんかと一緒で非常にこう、ね、とかあるいは評論家の江崎さんなんかもそうだけども、うん、トランプさんはしっかりした大したもんだっていうのを私も思っています、うん、でそれはあのそういう70年近くも経済活動をやってやっぱり一国一城の主ですよね、うん、それで訴訟の社会じゃないですかアメリカって、はいはい、そんな国であんな破れ株のペーパーを作るかってことですよ、うん、あの共同声明ですね、共同声明非常にもうね薄いもので短いものでしたね、それもテレビにこう見せちゃって、はい、最初にですね、はいはい、サービスがいい、はい、おかしくありません、うん、でつらっと自分でやってやったんだ、はい、いいんだこうだだとこういう話をするわけですよ、はい、だからそこも本当かよいというのがあるわけですね、うん、トランプの一面の本当に今評価されているのはトランプというのは実につまらないやつで、その金正恩が勝ったとみんなこう私もそう思いました、うん、でも今言ったようにこの1週間動きを見ると、うん、全く違った動きですね、だからそれが
気になることを申し上げると、はい、ハリス大将、はい、太平洋軍司令官の、はい、これは日系の方とですけどね、うん、非常に立派な軍人です、はい、トランプ大統領も信頼最大にしてます、うん、この人が、韓国の防衛、大使になりますね、はい、これは何だってことそれが、うん、米韓合同演習中止いいじゃないってこういうわけですよ、はい、その中のコメントでよく見てもらいたいのは多くの軍人は中国に対して対応すべきだって書いてあるわけですよ、うん、いいですかこのタイミングで中国に行くかよと、いきなり中国に北朝鮮が目の前だろうっていうトランプさんも言ってたじゃないですかそれからマティス国防長官、はい、これも信頼する国防長官ですよね、はい、されるこれがアメリカの海軍大学でいわゆる講和をしたという中身があってこれは中国の一帯一路については非常に周りの国を属国化しようとしていると、うん、自分のものの考えている覇権主義を広げようとしていると中国は中国に対してどう立ち向かうか言葉は正しいかどうか別としてですよ立ち向かうかどうかということが問題だと北朝鮮の話じゃないわけですよこれは一つには、中国にシフトするというのがなんで君たち誰が決めたのというはでそれがでもっと大きいのはもう 2,3 日後に関税制裁ですか関税中国に対してそうです中国のアメリカが制裁的な関税発動するって言ったじゃないですか、はい、7月になったら、はい、何これと北朝鮮をやるのに中国が必要だって言ったじゃないかともう制裁やっちゃうのと対中国シフトかよとこうなるわけですよねだからこの流れは明らかに今原点に帰ると米朝首脳会談の中で文章に書いてない何か大きな決め事があるんだろうというふうに思わざるを得ないですよねで里村さん言っちゃいましたねなんかそこで勝敗を挙げたんですかまあ要するにもう負けを認めて、うん、そして、その無血解除の方に向かうと、うんまあ、一応こういうもう合意があったのではないかと、うんうん、なるほどだからそれがベースにあるんでということで、まあ私はその先ほど言ったんですけど、うん、今そのお話をお伺いしますと、うん、この1週間ぐらいやっぱりその本当にプロの目から見て、うん、あれとこうシフトが急におかしいです、ね、おかしいです北朝鮮に対する対応が先にやらなきゃいけないのに演習ハリス大将がですよ演習をやめてもいいんじゃないっていうのが信じられないともうハリスかとこう言いたかったわけですよそれから今言った関税の話もあるしもう、はい主要なこの信頼するメンバーが言ってるのは多分何かが伝えられてると私は思わざるを得ないわけですよね、うん、それは今のお話の中のその中に戻らないと答えがないわけですよ、うん、米朝会談のどっかの会議の本当のですね、うん、本当のどこに戻らないとだから指揮官の頭かち割って私申し上げましたね、はい、かち割ってますでもそれはよく気をつけないかんのは無血解除になるかどうかはよく考えた方がいいですよね、はい、それは必ずいいですかあんだけ北朝鮮で国民を途端の苦しみを合わせたなんぼ金正恩がええことを言ったって地獄の底にいる人たちですよそうですねこの怨念たるやその蓋が開いた時にまともに折れるのかというのが一つこれはカダフィと一緒です、うん、だから安全の保障って聞いてくるんですねそうですね、それを守ることかいといや今ですねお言葉をお伺いしましてね、はい、カダフィ大佐の最後もまあちょっと私よぎったしその世界がこう、うん、そのすごく、まあ、ある意味で喜んだベルリンの壁崩壊の後に実際にやっぱり東ヨーロッパ その東側の国を見ると例えばそのルーマニアのチャウシェスク大統領夫妻なんかはもうはっきり言ってもうリンチで殺されたみたいな形になりましたし ねそれはもう怨念ですよね怨念ですねまさにね、はい、でもう一つは当然あれだけ親中派の人たちの軍人も含めて殺したわけじゃないですか、うんまあ、穏健派をつけたとしても中国の中にやるんだと鬼畜米だとこういう教育をして洗脳したのにそれが金正恩の言ってることおかしいですってと言って中国にご中心と行く可能性はありますよねなるほどでだからそうでなくても軍隊がいやいや金正恩は裏切ったんだとだからまだ動乱の気配はあるわけですありますはいでもう一方でおかしいと思うことは破れかぶれのペーパーと言いながらですね合意文書のペーパーね、うん、あれですね、うん、茶番ですよ、はい、だから茶番だけ捉えればそうなんです 2,3 日だったら目が覚めるか覚めないかの話なんだけどポンペイオさんとボルトンが北朝鮮の中に入って、
査察じゃないけど今文章作る してるわけですよ。ボルトンですよ、うん、はい、外してはいないんですよ。そうですね、このチームから外してませんね。外してないで47項目を示せと、申告をしろと、どこに何があるか、うん、もう具体的に突きつけてるわけじゃないですか、うん、はい、これは何なのって言ったら動きがものすごく早いわけですね、はい、だからこれはあの比較化という言葉の中に、うん、めんどくせえから比較化という言葉の中に核の問題、うん、生物化学兵器の問題、ミサイルの問題、こうやって47入れたんだと、うん、だから比較化ってことを言ったんだと、うん、あ、トランプならそう言うかもしれんなとこう思うわけですよ、うん、トランプさんならね、はい、だからそれは言ってること間違ってないよねと。でこれはハリス大将は最も信頼される人間、オーストラリアじゃなくて、韓国につけたということは、お前見張っとけってことですよね。あ、なるほど。だからローマの将軍が偏見を抑えていて、自分の信頼できる将軍を一番危ないところにポンと置いて見とけよと、こういう世界で。確かにハリスの眼力、軍人としてのものの見方、韓国軍、はい、北朝鮮、中国、あの一線を見るのに最適の人間ですよね。なるほど。だから、あ、重しで置いたのかと。で彼がそういうふうに言って、ただよく先の揺り戻しの話をしましたね。まあ、私はこれ予測っていうミリタリーな話からすると、アメリカはもう2年から3年で人間が変わるわけですよ、はい、将軍がね、ということは1年か1年半で半分変わるわけですよ、みんな幕僚も含めてね、うん、みんな頭鍛えた連中が1年経ったらほぼ、うん、あの半分になっちゃうわけですよ、うん、ということは力の発揮のしようがないわけですよ、うん、かつ今ハリスかあの太平洋軍司令官も太平洋艦隊司令官も、うん、日本の沖縄の司令官も、うん、ほぼ七艦隊司令官もみんなこう変わっちゃってるんですよ、うん、今戦う時期じゃないですね、うん、叩けません、うん、だからそういう意味では、あ、今1年と1年半といった、うん、それは私はあのトランプさんは2年半といった、ポンペイも2年半といったが、それは2年半で遅いでしょ、うん、選挙で負けちゃうじゃない、負けるかもしれないじゃないですか、うんうん、まあ、そのもう要するに実質には選挙の前ですから、やっぱり1年半、そうです、だから1年から1年半、ミリタリーの代わりを見ても1年から1年半、うん、限界です、うん、だからそれをハリスに見るときよと、うん、貼り付けてポンペオとボルトンにやれと、だからシフトできるんですよ。なるほど。でそれは繰り返しになりますが、そのお話をこの話の前にも今里村さんからもちょっとやっぱり、うん、聞きました、興味があるから、えっと思ったけど、ガテンがいくよねと思うわけですよ。なるほど。今話の中ガテンがいくでしょ、うん、そうでなければ、あの中でそんな話がなければこんな動きはないんですよ。いや、もう本当に筋がですね、通るんですよね。通る。あのトランプ大統領があれだけ急に記者会見で、うん、キム・ジョーン委員長ことを持ち上げたりですね、うん、優秀な有能な若者だとかですね、はいはい、何があったのと、だからその後の人事の動き、うん、あるいは、ね、そのアメリカの本当にその重要な幹部の発言内容を聞いたときに、うん、そういうものがこう筋が通ってくるというのは確かにおっしゃるとおり。だからもうこの不思議でたまらないですよ、これ1週間見てて、うん、いや、おかしいと、うん、だからだんだん私は疑ってこれ隠してるんじゃないかと思ったら、その話が出てきたんで、はい、え、嘘だろうと思いますよ、誰でもね、うん、でだからもう一回繰り返しになりますが、我々気をつけなきゃいけないのは揺り戻しはある、はい、1年間の中で答えがどうかわからない、はい、その時は軍事的な行動を起こすしかないということですよ。だからそれはまだ軍事オプションは残っておるし、はい、皆さんが声を大にした北朝鮮の脅威というものは、あ、嘘ではなかったし、それがゆえに中国というものに振り向ける機会になっちゃったということですよね、はい、そしてですね、まあ、これがまあある意味で今日ですね、一番お伺いしたいことのメインでありますけれども、まさにまあその本当に北朝鮮の脅威があるんだけれども、うん、脅威の大きさ度合いで言ったらはっきり言ってもう本当に本丸とも言える、うんうん、中国の日にはなりません、うん、そしてまあ実際問題、先ほど私申し上げましたように、また三度金正恩委員長が中国と並べると、うん、結局この中国問題をどうするか、やっぱり日本にとって最大のですね、やはり懸案事項であるのは間違いなくます。だから、はい、本丸は中国なんです、はい、我々の方はこの1年の間に1年去年の5月出してるんですが、はい、その間に北朝鮮が急速に出てきたんですよ、うん、だからこれの副題はアジア太平洋インド防衛戦略なんです、うん、なんか聞きませんでした、はい、今アメリカも行って、ね、もちろん安倍総理も立派だと思うのは、はい、やっぱりそういうことを、うん、まあ、見通したかどうかは別として、その中 の目を作ったのが軍、いわゆる軍事戦略としてですよ、はい、防衛戦略の、
この根幹を作ったのがこれです。これは魂です。なるほど。だから我々はそういう意味ではすごく自信があって、そのためには3年前アメリカに行って大変激しい議論もしてきたし、そのために中国に2回行かせて出てきました。自分の目で確認をするために、はいはい、そこでですよ、今回の北朝鮮を見るとですね、はい、あの中国がだからご中心といって、うん、いわゆる中国が汚力を渡ってダーッとこう来るかという恐れがあるじゃないですか、はい、ありますよね。あります。各種的に考えれば、はい、でだから北朝鮮の中に2つの不安がある。それは民衆からの怨念のによる処刑、はい、それから軍部が違うじゃないかといって誰かを立てるか中国を呼び込むか、うんうん、そこで去年中国6月行ったんですね、ええ、その中の一つの話をすると、北朝鮮の問題も相当話をしました、ええ、公式の場ではなかなか彼らは言えないけどね、50度の酒を飲んだ時には、はい、するとプロッと骨が出たりするわけですよ。体重強いですからね、はい、強いやつもいるか騙し隠してるやつもいる、はいはい、でその中で北朝鮮はどうなんだって話をすると、北朝鮮との同盟の質は変わったって言うんですよ。おさらに別な時に、あの北朝鮮核を持ってるんだけど、おいこの前南に向かって撃ったよねと、俺北京とか上海届かないって話したら、平常なんか殲滅せないかんって言うんですよ。はあ、持田さんがこれ南じゃなくて中国の方に、北京の方に向いたらどうするんだと聞いたら、平常平壌は潰さなきゃいかんと、潰さないかん、中国のこの軍の方ですか、高官、はい、軍とか、まあ、それに近い人です、はい、真顔ですよ、はい、あそこまで言うかと、はあ、だからで翻って考えると、だからその米朝会談がこう遡ってこう考えていくと、あの金正恩が本当に中国になびいてるかという問題に出てくる。ああ、もともとですね。金日成のおじいちゃんに非常に近いと言って、はい、チェ思想というのは自分が主体で、はい、中国は資本主義になってお前たち変節したじゃないかと、お前たちは俺たちより下だと、うん、あの韓国人は言ったったら怒るかもしれんけども、手なずけるのは簡単だと、うん、任しとけと。実際にはっきり申し上げる、ムン・ジェインは中国に、いやアメリカに資料を向けて中国に尻尾振ってるわけですよ。まあそうですね。何もあるかと、ええ、今日の新聞では竹島の防衛訓練、あの 軍事訓練をはじめ慰安婦の問題を盛り越してということを日本人はシビアに見なきゃいけない。もうこのタイミングで、今やるかということですもんね。そこで中国から見れば、はい、核兵器のない北朝鮮が望ましいとみんな思ってたわけですよ、うん、ない北朝鮮ありがたいんじゃないということですよ、うんうん、自分に向かないから。確かにそうです。自分の気に食わないやつには向かないわけです、はいはい、核のない北朝鮮別に問題ないんじゃないとですよ、はい、もう一つは、ね、もしあのアメリカのペースで北朝鮮が何て言いますかね、あの民主国家とは言わないけども、まあそれに目指して自由とかいろんなものを入れ込んでくると、地続きですから中国が改革開放で経済がドーッときますよね、うん、握れますよね、いずれ、うんうん、朝鮮半島は握れるじゃないですか中国は、うん、トランプさんは長くやってもあと6年ですよ、うん、習近平何年やりますか。なあ、そうなんですよね、時間差がね、時間は分からん。でもそう、だから時間待ちっていうのは彼らはできるわけです。でなおかつ朝鮮半島が全て悪い状況になるかというと、いつも言われるようにムン・ジェイン主体で、私はこっちで言うけども、ムン・ジェイン主体で、だって左派勢力でしょ、反日反米親中でしょ、という政権は痛くも痒くもないわけですよ、はい、でもムン・ジェインが例えばあの統一朝鮮を作った時に誰が文句言えますか。正当性があるじゃないですか、うん、その時にはアメリカ軍と韓国の間で、うん、まあ、全体の中でどうするかという問題が出てきますね、うん、だから最悪ミリタリーは先ほど決めつけちゃいけないって言うけども、最悪に備えるのがミリタリーですよ、はい、で最悪の時に牛刀を持って系統を割くのが軍事力ですよ、うん、だからその意味からすると、最大限 その備えをしなきゃいけないということはそうなんですけどもね、うん、だからいわゆる最悪の場合に備えては朝鮮半島はもっと言えばアチソンラインがそこにできちゃうということです、うん、復活するということです。アチソンラインにお分かりない方は、朝鮮半島は親中派反米、まあ反米でなくても過去反米でいなくなっても反日です、完璧に。だから韓国も慰安婦の問題を出すということは日本をネタにして、もう早くもそういう気配が見えるわけですもんね。いやもうそうに
決まってるんですよね。決まってると言ってはですね、まあ、決まってね、決めつけてはいけないけど、決めつけてはいけない、まあ、ただ可能性ですね、うん、だからこのあのいろんな激動ですよ、朝鮮半島のあった後の10年後の姿は日本にとってはいわゆる最前線になったということです。まあ今このですね、8度ライン、まあ、つまりまあある意味では38度ラインで今見えるの分断が見えたのが、要するにあの対馬海峡とか日本のもう最前線に実は最重要な最前線が来ると、最前線がですね、来ると、はい、だから今南西の防衛に力を入れてきました、はい、南西諸島の防衛ですね、あのいわゆる南西諸島の防衛の対艦ミサイル防衛隊、はい、それはアメリカが正しく高く評価してくれて、はい、今リンパクという海軍の演習に陸上自衛隊の対艦船を沈める対艦ミサイル部隊が行ってるんですよ、海軍の演習ですよ。だからハリス大使は船を沈めろって言った時に、陸上戦力をのからの陸上発射のミサイルとか防空のミサイルとかこういうやつをいかにありがたいと思ったかというのはアメリカの方が正しく評価してるわけです、うん、日本では陸上自衛隊削減削減と言ってるけども愚かなことで、海上航空優勢をどうやって取れるんですかと僕は聞きたい、うん、最初にですね米朝首脳会談が始まってまずお話をお伺いしたその一番緊張あの大事なポイントとしてはそのまだ予断を許さない中でもしかしたらアチソンラインが日本この最前線日本の要するレッドのすぐそばに来るかもわかんない、うん、おっしゃる通りです。したがって日本としてはこの状態は実は日本がそのむしろ防衛の方に力を入れなきゃいけない、おっしゃる通りです。もうそういう段階に来たとおっしゃる通りですね、いうことです、まあ、そういうふうに読み切らなきゃいけない、読み切らなきゃ、だから実際にあのこの間の記者会見でもトランプ大統領は全くその在韓米軍の撤退に関して否定しませんでした、むしろやりたいと言いました、おっしゃる通りです。だからこれは朝鮮半島を知らせるともしかしたらなくなる可能性があると、あの最初に申し上げた通りトランプ大統領は3つの布石を世界に打ったんです、はい、で日本に対して防衛費のことをなかなか言ってるような言わないなじゃないですか、はい、NATO に行ったら 2% 優勢 3% 優勢というわけですよ、はい、うん、それでイスラエルはこうもう守る体制をこう一生懸命してね核の問題だとかこう絡めてに行ってるわけです、うん、エルサレム行くのはちょっと私もねちょっとね、うん、私はこうどうかなと思うんだけど、うん、今度の核の費用を、韓国と日本が払うわいとトランプさん言ったの、うん、それから日本に対する関税制裁ですかね、関税制裁的関税ですね、日本も入れて外さないじゃないですか、はいはい、日本はえへって笑うんだけどてんてんてんでしょ、うん、何ですかあれは、うん、あんだけ国防の努力をすると韓国は努力もしてないってこう言ってるわけですよ。でその中で自分の国の努力もしないで先ほど言ったマティスが、国防長官が一帯一路とんでもないって話をしてるときに日本は何ですか、うん、一帯一路に協力ですか、そうなんですよ、自民党公明党お前間違ってるでしょ、これは政策はね、うん、完璧に間違ってますよ、うん、トランプの逆なでしてます。なるほどな、それがトランプ発言の、私はそう思いますね。なるほど、確かに筋取りますね。少なくともね、一帯一路というのはトランプさんが言ってるようにこれはいわゆるその覇権の拡大であり覇権を得るためのいわゆるエネルギー源をいろいろな意味のエネルギー源を吸収する流れに決まってるじゃないですか、まあ、そこに日本が手助けする方向加担する方向にも言ってますもんね。なぜ加担する、それは日本を滅ぼすのにいつの間にか滅ぼすのに日本と日中友好40周年友好なんかありませんよ、うん、で今度の年末に日米間でまた会談やろうと言って中国の方が行ってきてるんだそうですね、うん、ありえないでしょ、日中間のですね、日中間、はい、でやろうと言ってありえないでしょ、なんで中国がすり寄ってくるの、あんだけ制裁されたら自分が倒れそうだからですよ。いやもうですね、もう本当にそこまでです。本当に今日のですね論点、重要な論点の2番目として、うん、じゃあもう日本がどう動くか、今ちょっと間違った動きをしているということを本当に私も今納得できたんですけれども、その大前提として中国が今何をやろうとしているのか、いかに危険かという点をですね、はい、ぜひですね、お伺いしたいと思います。それで今一帯一路の話をしましたが、それを協力している日本はけしからん。はい、防衛費を 1% でちょこちょこしたやつもけしからん。はい、日本は自分の防衛努力をしろと、うん、で中国の前面に立つぞお前はと、うん、だから自らの国が自ら守るという極めて近い、でこれは今日は言いませんけども本の中にアメリカは完全に役割分担書いてるんです、うん、何がアメリカは、ね、アメリカは、うん、空母とかこういうやつは、軍事的合理的な理由を持ってグアムとかそういうところまで撤退するんですよ、うん、海兵隊も、うん、海兵隊が日本のこんなところにちょろちょろしてませんよ、うん、サンゴ礁がいっぱいあるところにどうやって上がるんですか、上がりこない、うん、でアメリカがやるのは、長距離打撃、うん、
アウトレンジからこうミサイルを撃つ、はいはい、だからあのアメリカの、今の考え方のハリス大将なんかも言った、アメリカ海軍も言ってるけども、どんな船からもいっぱいミサイルを撃とうと、うん、トマホークという地上に撃つミサイルも船を沈める対艦機能をつけようと、防空ミサイルまで対艦ミサイル機能をつけようと、日本が買うあのロングレンジサムというやつ、これは正解です。これは F-18 の空母艦載用に作ったやつです、うん、これは1000キロ飛びます、うん、でこれは船です、対艦用です、うん、でこれを買うということは正しい、うん、いわゆる船を沈めるという号令のもとに、うん、あらゆるミサイルを船を沈めるように作り変えてるんですよ、うんうん、だからロングレンジというのは当たり前で、中国の方がはずかにロングレンジで撃ってくるが、はるかに長いロングレンジで撃つと、うん、今暇になったので、うん、ギリシャ人の物語を読んでるんですよ、はいはい、であれで、塩野奈美さんの、うん、面白いですね、はいはい、まあいろいろあるけども、そのペルシャの持ってる槍よりも、うん、ペルシャと、ギリシャ戦っちゃうじゃないですか、はい、アテネとか、はい、槍が2倍長いんですよ、うん、剣が倍長いんですよ、ええ、で今度そのアテネとか、いわゆるスパルタ、スパルタなんかをね、今度はやるあのアレクサンドリア大王、マケドニア、はいはい、これ槍がまた倍長いです、ま、はいはい、面白いですよね、ええ、ロングレンジなんですよ、ロングレンジです、ね、昔から考えてることは一緒、ミサイルであると槍であろうと、はい、まあ、そういう流れはあるわけですね、うん、だからこれは日本が、まあ、ある意味アメリカから見れば盾になるわけですよ、うん、国土防衛イコール日本は盾なわけです、うん、でその時に日本は国民を守りながら、そしてなおかつ何かをしなきゃいけないと、いやもうそこがですね、もう本当にまあ、我々ザ・ファクトでも中国取材をやったり、あるいはそのチベット、あるいはウイグルの取材もやりましたです、うん、本当に日本の経済界中心にですね、全てではないけれども、まあ、中国とより結びつきを強くした方がその日本の、まあ、商売的にもいいと、でこれは別に私否定しません、また別に有効もいいと思うんです、ただ危険な部分があるっていうことですね。実際に中国行った立場としたら、あ、こんなふうに国民の自由がなくなるんだなとかですね、それから彼らはやっぱり取れるものは取ると、取られた方が悪いんだという考え方やっぱり、ね、持っている人たちですから、今言った一帯一路というものがいかにその彼らの軍事的な派遣に協力しているか、これ一帯一路ちょっとイメージ図があるんですけれども、うん、それでもう一つですね、佐野さん、はいはい、じゃあそちらの、いいんです、中朝会談が終わった後、はい、もう 2,3 日で間髪入れず、アメリカが中国に対して関税の制裁を、米朝会談が終わって、米朝会談が、そうです、米朝会談が終わって、これね、もう、ごちゃごちゃになる、米朝会談が終わってすぐで、はい、中国に対して関税をかけ、はい、7月の何日かぐらいからやる、はい、これは本気ですよね、だから、経済戦争を始めた、これもまたおかしな話で、あの時の会談で何か朝鮮半島が違う方向に進まないと、こういう答え出てこないわけですよ。うん、もう一つは、先ほどなだれ込んでるかもしれない、横領庫から中国が流れ込んでくるかもしれないと言ったんですね、はい、これはいいかと、制裁関税やったのはお前たち、うん、人民解放軍がなだれ込んできたら締め上げるからなと、うん、お前の国は経済で倒れるぞと、うんうん、俺たちは軍事力でもやるわ、経済でお前たちを締め上げるからなと、うん、手を出すなよというふうにも読み取れるわけですよ、うんうんうん、で、うん、だからもう一つは金正恩と与正の、もしそうであるならば役を演じてるんでしょうね今、うん、どこかでバレないけど心配だけですよ、うん、私が一番見たのは与正があいつはあいつって、うん、顎をピンと上げて女王様じゃないですか、常に握手するの、まあ、習近平だけは90度です、うんうん、これが超広告なんです、うんうん、でもそれは何のサインだと、うん、裏から読めば舌出してるかもしれない、うん、で今回言ったのも、うん、いや俺は勝ったんだと、まあ、これやるんだと、うん、経済的な支援頼むねと、こういう世界も、うん、まあ、あるでしょう、うん、本音を習近平に話すのは非常に恐ろしいんだけども、でもいずれは漏れますよね、うん、その時の鍵が経済制裁発動したことです、うん、そして中国に対して俺は立ち向かうぞというこの姿勢を見せてること、まあ、中国に一つくさびを打ったわけですよね、打ったと思いますね、まあ、ある意味でアメリカ、まあ、トランプだというの後見人として本気だと、でその時にですね、確かに私もそう思うんです。でこの、まあ、一帯一路をちょっと今私出してるんですけれども、うんうん、もう本当になんか日本 の, その安倍首相まで協力しますみたいなことを言ってる、うんうん、だからこれがこうどう危険なものなのかっていうのがですね、うん、まだまだ日本人、はい、理解してない。これはですね、今ちょっとなかなか使い手が悪いよねと、氷が溶けないわけです、なかなか、はい、氷が溶けちゃうとこれいくよねと。でこれは一応宗谷岬通ってくる一番近いのは津軽岬なんですよ、はいはい、で中国の船こう通るじゃないですか、はい、
ここの中で入れたあのいわゆる電波情報なんか取りやがって、うん、あれは軍事行動ですよ。津軽海峡もね取りますもんね、はい、話しとっては日本に、うん、あのいわゆる 領海に入ったら何するぞという国内法がないからあんなことを許してるわけですよ、うん、沈めては打破してもらえばいいんですよ。おで、ね、これとよく見ていただきたいのは、はい、並べてください。はい、並べてください。はい、わかりました。こんなのは、うん、モンゴルが大体そもそもヨーロッパに入ってた経路じゃないですか、それに海の経路を作ったわけでしょ、うん、でこれはもうだいぶ前に作ったんですけど、はい、一番我々はまた中国は翻ってものを考えたときに、うん、1990年に領海法を作って、もういわゆる尖閣は我が国の領土だと言ったんですね、うん、中国は大陸国家であると同時に海洋国家である、うん、全ての原点はこれなんです、うん、その時はまだ中国は弱かった、うん、だから 何トンが君はとこういう世界だったんだけど、これが問題なんです。海洋国家であるということで、これは大陸国家として初めて中国が海洋に乗り出してきた、うん、もちろん定和とかそういうの時代はありましたけどね。ありましたけどね。完全には日本に向かってきた、まあ、現行の世界はありましたけどね。だからそこはいいですか、こういうエネルギー源の交通、いわゆる中国が自分がハートランド、中華の一番上に立っているわけですね。立っておりながらこのエネルギー源というのがずっとこれを生成と流れてくる、邪魔されないようにここで止めるのが A2AD ですよ、うん、海洋の軍事行動が太平洋に向かって、日本列島が第一の壁であって、うん、第二列島はグアムがの壁ではないんですけど、ね、うん、壁はない、本当にあるのはこの壁なんですよね、うん、そういうこれとこれに似て非なると言いながらも、うん、これが本当なんですよ、軍事が、うん、一帯一路というのは、うん、経済交通路じゃないんですよ、うん、その中ではマレーシアだとかインドは俺やらないって言ってるわけですよ、まあ、インドは上手に立ち回ってますけど、ね、はい、だからそこであのいわゆるトランプさんの安倍さんも言ってるインド、オーストラリア、日本、アメリカプラス今はインドネシアだとかマレーシアを味方に引くまでが、うん、そんな時に一帯一路やってる場合かよってことですよね、うん、これは非常に大きな間違いです、うん、これは軍事上の間違い、これはですね、あの本当に中国で基本的に、うん、今おっしゃったように明の帝和の大航海というのは歴史上有名で、ただ中国が海洋国家としてちょっとだけ出た時はもうそれだけなんですよ。で清の時代もほとんどもうこれない、だからそのあっという間に、まあ、帝国に言って中国はいろいろと分断もされたりした、はい、ところ今回も露骨にですね、この海洋国家であると認定して、はい、法律もどんどん整備しながら、南シナ海も自分の海だと、でこのままだともう東シナ海もどんどん尖閣まで含めて自分の国だという状態になって、中国に行った時の話の、アメリカの話なんですけどね、彼らはもう6年目にも1回行ってるんですね、はい、そこでもうすぐ中身のある話をして、まあ、一応ウイルとかそういうところ出して、はい、ウイルって言っちゃっていいんですかね、あ、いや全然構いません、はい、もう出して、はい、まあ、世に出してるわけです、あのいろんな発言と面白いやつを、まあ、それは繰り返しませんけども、今回って強烈に感じたのはアメリカはアジアから出ていけということを強烈に言ってました。あ、そうですか、アジアから出ていけと、ええ、それでですよ、またそれを辿っていかなきゃいけないんだけども、うん、まあ、あの遠くからずっとこう軍事的な派遣を、2020年、2035年、2049年、2020年と2049年のラインはあったんです。中国共産党創設100周年の2020年に台湾取るぞとかね、もっと言えば東シナ海、南シナ海、俺の中のものにするぞと、はい、ところがなおかつ2049年は中華人民共和国創設100周年ということで大半の覇権を取っちまうぞという、その前に2012年に、いわゆる軍事的な文書をだあのペーパー出してる、それ出てる、はい、それが2020年2035年という線が入ってるんですよ、はい、でもその時はねあまりにもそのまだ内部文書みたいなものだから35年の根拠は薄いよねって言いながら、35年がなきゃ覇権は確立できないよねっていうのがずっとあったわけですよ。やっぱりそのラインだから習近平は35年まで見通すことはできるんだろうなと思うんですよ、生き残れば、ね、49年までは見れない、うん、ただ35年ぐらいまでに何かの決着をつけようとする、うん、そして去年の10月の中国共産党会議が実は覇権宣言の最たる、はい、これは何十年か何百年か言うけど、中国はあの時にああいう覇権宣言をしたんだよねと、海洋国家と大陸国家って話あったけども、うん、実は大きな、ね、それまでもずっとあったんだけども、そうですね、これ習近平覇権国家、習近平が自らあの中国共産党大会という一番大きなところで我は覇権国家なりと言ったわけですよ。いや驚きました、初日に。そしてそう2035年という線を言ったんですよ、はい、だからこれミリタリー的に言えばその当時2012年に出てるんだけども、これはもう明確に35年が線が入ってるってことですね、うん、
じゃあ2020年は何かというと、うん、オリンピックですか、うん、やってられないんじゃないですか、うん、もう南シナ海は取ったと言ってるわけですよ、うん、今回の党大会で、はい、去年の。だ次は東シナ海じゃないですか、うん、だから我々私がずっと警告してたのは、北朝鮮有事の時には尖閣に来るぞと、捉えるぞと、はい、日本はしっかりこれを自らで守らなきゃダメよと、うん、そうしないとトランプはあと日本をよくやったというふうに言わないと、うん、助けてくれないと、絶対に。だからやらなきゃいけない。だから、うん、東シナ海に次に向くに決まってるわけですよ。尖閣というのは尖閣を過ぎたら、沖縄トラフになって深くなるわけですね、うん、だからまた南西諸島の壁が できてくるんだけども、はい、通さないんだけども、うん、通っちゃうかもしれないけども深く入るわけですよ、うん、潜水艦がね、うん、潜水艦が、うん、だからいわゆる尖閣はそういう意味では取りたくてたまらないわけですよ、うんうん、だからそこにどういつ手をかけるかっていう世界が出てくるわけですね。あの私たちは前からですね心配してたんですけど、尖閣取ったら次は石垣島、うん、まあ、宮古まで、まあまあ、言ってみれば沖縄本島までも行くんじゃないかと。いやいや、中国も当然じゃないですか。当然だと。だっていいですか、対艦ミサイルをこう置こうとしてるわけですよ、あの船の沈めるミサイルをね、はい、石垣島に置いたら射程圏全部入っちゃうじゃないですか。なるほどですね。だから別に取られたって言ったくもかゆくもないですよ、うん、あんな、石ころの島でも中国人は住むようにするでしょうけどね、しばらくしたら、うん、本当は日本が住んでなきゃいけないんだけども、はい、でもそれはいわゆる対艦ミサイルとか防空ミサイルのいわゆる圏内、効力圏内に入れとけば、うん、来いよと、沈めてやるからと、うん、来れるのかと、うん、問題はあとそれを唯一と認定するかどうかだけですよ、うん、だからまあその尖閣の話はあんまり特化したくありませんが、はい、それは南西諸島とワンパックに決まってますよ、はい、どこに来るかは分からない、はい、それは相手が決めるわけですから、ええ、だからそれはで南西諸島はもう一つは、はいはい、空港の絵ありましたかね。空港ですね、はい、あんだけ苦労して東シナ海に、うん、人工島を作って滑走路を作ってるわけですよね。南シナ海、南シナ海ですね。南シナ海に、はい、作ってる。だいぶ朦朧として。いやいや、とんでもません。南シナ海に、はい、作っちゃったんです、あんだけ苦労してね。はい、何せ人見てくださいよ。もう。2000メートル以上の滑走路が9つもあるんですよ。1500メートル以上含めてあれば14もあるんですよ。でそれ以下と言いながらも立派な空港ですよ。意外あるんですよ、20あるんですよ。この港って西太平洋に出てくるためには、喉から手が出るほど欲しい。本当そうですよ、もう作ってくれてるわけですね。だから島なんかに来ないよと言ってる人たちも、まあ自衛隊の OB の人もいるわけですよ、沖縄だけしかない、そんなバカなことがあるかと。だからかなりの陸上自衛隊の戦力を投入しないと守りきれないんですよ。いやいや、本当に私この下地島ですね、行ったことあるんですよ。滑走路あって、唯一そのジャンボ機、3000メートル級の滑走路で、発着、離着陸の訓練ができる場所だったということで見てきました、でですね、確かにこうやって見るともう本当に喉から手が出るようなのがたくさんあると。でちょっとこれちょっと予定より早めに聞きますけど、奄美大島ですね、なんかも今、まあ、空港もありますけれども、その最近もセゴドンのその舞台としても話題になったんですけれども、今奄美大島でも、その国交省の方で、クルーズ船寄港計画を立てて、今その非常に中国の影響力の強いと言われているそのクルーズ会社がこう就航するような話もあるって出てる。やっぱ奄美大島あたりも大事なポイントですね。奄美大切ですよ、奄美はだっていいですか、この九州の南から奄美まで300キロ、ここが奄美から沖縄の端まで300キロ、ここから宮古までも約250キロ、はい、300ぐらいのラインで繋がってるわけですよ、はい、このラインの中でこれを乗り越えるというのはやっぱりなかなか大変なんですよ。そうです。ここが抑えられるということはここで血を止めるということですよ、脇で。ああ、だからこれは火はともに、大切なところだけども、前の時点では奄美なんかいらないという人いっぱいいたんだけど、奄美なんて大変ね、新自衛隊ですよ、どんどん来てくださいって言われてる。ああ、まあ実際にその西部方面で、ね、私はだからその時に最初に非公開だったけど対艦ミサイルを実際持って行って演習をやったんですよ。で奄美が大丈夫かと思って、2泊3日でぐるっと回っていろいろ話をして演習をやるんですけども、よろしくって言ったら、なあ自衛隊持ってきてくださいよと、はウェルカムなんですよ。だから大半はそうなんですよ、うん、沖縄だって半分以上はそうなんだし、石垣も宮古もそうだし、うん、巻き込まれるという論法はめちゃくちゃおかしな議論で、巻き込まれるなんて言わなくったって中国取りますよ、欲しくてたまんないんだから。いや、ですね、欲しくて止まらないですよ。はい、これ地図見ながらだとすごく分かりやすいです、うん、本当にもう喉から手が出る、まあ、何度もですね、皆さん見てください、これ地図見てください、ここのね宮古とこの沖縄本島、ここよく今
中国の潜水艦が通りますですよね、うん、で次に広いのが確かにもうほぼ本島と本島とあのですね鹿児島 あの本島と、うん、ここもやっぱり抑えられたあのですね水中今言われましたね水中の支配、うん、水中の作戦は次のキーワードです、はあ、もっと言えばいいですか宇宙、ええ、これはもうどこの行ってる国も見たいでしょ宇宙電磁、ええ、電磁のスペクトル、はいはい、それから空海海上それから地上それから水中、うん、この水中の分野はこれを取るか取らないかは死活的重要な問題です。わざわざこの場ではっきり言うけども海上自衛隊のその護衛艦とや何にしろいざ有事の時にじゃあ東シナ海南シナ海に行ってあんなイージス艦を含めてミサイルを落とすことができますかって、はい、潜水艦もおればミサイル艇もいっぱいおら寄ってかかってきますよ。だから非常に難しいと思う、うん、それ以上やらない方はシーレーンのこともあればそれから経済封鎖のライン先ほどあのマラッカ海峡からずっと回ってくる海峡があるんだけども、はい、そこを封鎖するということも非常に大きな話で、うん、アメリカの安全なライン ということもあるわけですよ、うん、じゃあ本当に戦闘加入をするのかというと潜水艦が一番の目玉になるわけです。アメリカもそれを期待しているわけです。いいですかこの地上ありますね、はい、地上の自衛隊が対艦ミサイル船を沈める対艦ミサイル、はい、防空ミサイルを持ったとするじゃないですか、はい、なぜ日本が強いかここがアイロだということ狭くなっているということと同時に、うんうん潜水艦と潜水艦ではなくて P3C とか P1 だとか船を沈める、サブマリンハンターですよ。それは空を飛んでるんですよ。対潜哨戒機ですね。なぜ飛べるか、うん、ここは我々がサンクチュアリにしてるかですよ。陸がそれをやることによって潜水艦作戦が絶対的に有利になるわけですよ。ということはここに入ってくる前に必ず逆に言うとサンクチュアリを壊しに来るわけですね。そうです。陸の方その前に壊してるのは、うん、日本人であって陸上自衛隊やらないという人たちがいっぱいいるわけでしょ。いや陸上自衛隊の予算を削って海空に回せ実態は空は今度はこの中にはおれませんからアメリカが言ってるのはアメリカ空軍は残ると言ってるわけです。見たが下がるけどもねそれは前提があるわけです。日本に100以上も空港があるじゃないかと民間航空も受けて、はい、それに弾薬とか燃料とかデコイとかそんな置くわけですよ、うん、偽物とかね、はい、ごまかしながら逃げ回りながら生き残りながら戦うグレートブリテンの戦いですよ。航空自衛隊も基本的に似たようなものになるでしょう、うん、そうすると問題は長射程ロングレンジの弾を持つということと、うん、生き残って戦い続けるということが必要になってくるわけですよ、うん、彼らがすれば長期戦となると1ヶ月2ヶ月というものはアメリカが直接的にどう支援するかわからない。しかし潜水艦は基本的にやれるだろうと見えないから。なるほど潜水艦で圧倒的にやっぱり有利なんだけども原子力潜水艦中国がいかにボロチと言いながらも太平洋に出てしまったら見つからんのですよ、深く潜るんだから、だから実は水中の作戦水中の支配というのはこれからの科学技術の分野でも新しい分野なんです。いやこれはですね私確かにそうするとこのアイロでもってそこをもう太平洋に出させないということが大事だし出ちゃってる可能性はあるわけです。もうそうですね。でもこれを往復させないわけ。なるほどそれをね今度はバシー海峡まで広げるわけですよ、はい、そうするともう完全に締め上がっちゃうわけですマラッカ海峡まで。いやこれですねそこに日本の対艦ミサイル、ええ、防空ミサイルを置くということは戦う海軍とか空軍海上自衛隊、航空自衛隊戦う土俵を一生懸命作ってるわけですよ。いや合わせて国民を守ってるわけですよ。確かにそこをね里村さんしっかり言ってもらいたいのは、うん陸上自衛隊に役割が分からんとか見えないとかねそんなこととぼけたこと言ってるんじゃ、いやいやそんなこと言っちゃいけない。私は言ってませんね。私らは言ってませんけど一生懸命削ろうとするんだけどもうこれですね、このですねこの今日このファクトをご覧になっている方はですね島しょ部のこの防衛がいかに大事かしっかりそこその陸上自衛隊の大切さがよく分かる。だからもう一回言いますけどね、クロスドメイン、だからそれを陸海空またいで戦う、はい、お互いに力を合わせて戦う、はい、だから私は陸のためだけを言ってるんじゃない、うん、陸がそういう土台になって海とか空のまた船、いや空航空自衛隊の方が長い今回のロングレンジサムだとかね、はい、あれは立派な1000キロ飛ぶやつ。1000キロ飛ぶって何ですか、うん、東シナ海が全域カバーできるってことですよ、うんうんうん、でもうこれじゃあんまり言いたくないけど船を沈めろって言ってるでしょ。船を沈めろってなんも東シナ海におる空母とか船中国の船を全部沈めればいいじゃないですか、うん、アメリカは今船を沈めろって一生懸命やってる。日本もそれによって選挙のミサイル飛ばせばいいじゃないですか、作ればいいじゃないですか、うん、あるし、うん、でそうすれば地上発射型でも空中発射型でもいいんですよ。両方はなきゃいけないんだけどね。そしたら東シナ海は旅順港になるわけです。旅順港分かりですね。分かりますね。もうそうですね、旅順港ね、ロシアの艦隊を押し込めて、はい、まあ203高地を取って、陸軍の
いや大砲で沈めた。ここなんか似てません？似てます。旅順港になるわけですか、東中谷。だから結論から言うと、この国を守りきって、そのためにミサイルディフェンスという話がもう一つあるね。北朝鮮はまだ息を吹き返すかもしれない。だから両備えなんです今は、うん、1年をいわゆる期限にして 見なきゃいけないというのは間違いないけども、今手を抜く時ではないわけです。そしてその次に中国は本丸に立ち向かう、はい、その時に朝鮮半島は石化してる、うん、という前提に立たなければいけない、うん、どれだけ厳しいですか、うん、日本なんかぼっとしてる暇ない。トランプはだからお前たち金だけ出せって言って、どうせやる気はねえんだろうと、一帯一路もやれよと、それから国防費だって 1% 以上上げないんだろうと、守る気ないんだろうと、金しかないじゃないですか。いや、そこなんですよ、またですね。私今トランプに代わって言ってるかもしれない。いや、ね、トランプ大統領のですね、主義主張非常に一貫して、自分で守る気がない人を別に助けることはないという。それはトランプだけじゃないですよ。アメリカ人の本音ですよ。本音です。やっぱりそうです。当たり前じゃないですか。日米安保があるから、日本人は戦いたくない。アメリカ人に戦うって、そんなわけいかないんだっていう時代です。あのですね、やっぱりアメリカ人は、やっぱり、そういうなんですかね、純粋に、こういう危害に燃えるっていうかね、はあ、危害に、例えばアラムの砦もそうでしょ、うん、滅びて死んで、そして立ち上がるわけです、はい、真珠湾も、まあ、ある意味そういうふうに使われちゃいましたね、うん、正当性があったとしてもね、そういうふうに使われちゃった、うん、尖閣ぐらい、だからその日本の政治家はどう、アメリカはどうするんですかとばっかり言うけども、日本がどうするますからこうしてくださいって言わないと。本当にそうですね。日米安保、アメリカが守ってくれるのかと、アメリカがもう勘弁してください。だからその本は日本人が、その本は我々アメリカに行って話をした時には、はい、我々はこうすると、はい、どうだと言って議論すると、はい、アメリカのたくさんの人たちは喜びましたよ。やってくれるのかと、はい、まあ、僕はちょっと今オフレコで言えないことがあるから今喋れないこともあるけども、はい、アメリカの軍人も泣いて喜びました、うん、日本はそこまでやってくれるのかと。だから僕は南西の防衛はできると思いましたね、そのタイミング、その時にアメリカ人はここまで日本はやってくれると思ってなかったかという悲しいのと、日本はこうやるけどもどうだって言ったら、アメリカはどうしたらいいんだと、うん、こう言ってくれるんですよ、うん、守る気のない国は守るはずがない、うん、日本がやっぱり自分の国はね、自分で守ろうという体制を作らないと、それはアメリカとすればそれは絶対に乗ってくれないです。いや、今ですね、今日お話をお伺いしてですね、もう逆に中国の立場だったらもう喉から手が出るほど島しょ部を取りたい、さらにここさえもう要するに取ってしまえば、別に日本全ですね、本土全体をですね抑えなくても太平洋に順で出るべきなら、中国からもう最近言ってるそのグアム、あるいはハワイから太平洋を二分して、こっちは西は中国、東はアメリカで二分しようじゃないかと、そんな体制が本当にできちゃうなって。だから、ええ、いわゆるそういう体制を作る前に参戦というもので、はい、日本人はもうどんどん中国に寄ってるわけですよ、うん、だからもう一回言うと、トランプさんにとってればはがいみて仕方ないと、本気で中国に回ってお前誰のためだって。そうですね、なんで日本のわがままを許してやってんだと言うぞと、 3% にせえと、うん、海兵隊構想なんてもまさにそういうもんですよ、はあ、海兵隊のいわゆる空母の話も出てるけどね、はい、否定はしない、うん、それはでもシーレーンとか経済封鎖に使うんだろう、うん、日本の防衛にどう使うんだ、うん、みんな飛行機とか船とかそういうのが下がるのにどうやって日本のが残るのよ、有力して潜水艦とミサイルのターゲットにするのかと言いたいわけですよ、うん、そんなバカなこと考えるんじゃないって言ってるわけですよ、うん、そのためには取らせない体制をしっかり作ること、取らせない体制をまず作る、そう、はい、これが大切、はい。